よっしゃ、じゃあ続きいきますよ。新桃太郎伝説ですね。はい、ちょっとねこちらの方時間をねちょっとだいぶ使いましてですね、人気度上げました。これから行くところはですね、とても人気度が高くないといけない、進めないっていうところなので、この村のね、まあどこでもいいんだけど、池、大体神社の前に池あるんだけど、池で、ひたすら調べる、池の前で調べるとたまに鯉が跳ねて、鯉が跳ねると人気度が1上がるみたいな、なんかそういうのがあったのね。それでね、人気度80から95まで頑張ってあげました。はい、かなりちょっとめんどくさかったです。めんどくさかったですけどね、まあまあまあ、はい、頑張ってあげました。ということでですね、進んでいきたいと思います。次はね、神仙教っていうのかな、神様、仙人様か、仙人様の住んでる村だと思うんだけど、攻略サイト見ながらやっていきます。寝太郎の村の北東にある。 OK、 じゃあ寝太郎の村に一気に飛ぼう。なんかね、人気度が高いと買い物とかも若干値段安く買えるみたいなんですよね。その辺もちょっと楽しみなんですけど、寝太郎の村行くか。 OK、 寝太郎の村から北東にある、いやーちょっとね、なかなか大変でした。はい、録画してたドラマを見ながらひたすら調べるボタンで、はい、頑張ってやってました。 L ボタンなんですけどね、 L ボタンを押して池の前でね、なかなか大変でしたよ。さあ行くぞ。あっと、船がそっちなのか、これまたちょっと嫌だよね。北東行きたいけどさ、橋のこのこっちに船があるっていうのはちょっと、お、くぐれんのかこれ、どうなんだ。あ、くぐれる、あー、くぐれた。 OKOKOK、 じゃあこっから北東に行きますよ。そんなとこあったかなって感じはするんだけど、あ、これかもしかして。イサリビサメ、どうしようか、めんどくさいから六角で削るか。六角、守る守る守る。いやー、ほんと全然わからなかったから、ね、もうこうやって探すとすごく簡単に見つかるんだけど、ナビなしでね進むと全然見つけられないのよ。まあ僕が下手くそだっていうのはまああるんだけど、ちょっとねなかなかねうまくいかない。はい、 OK、 行こう。来た、これだ、神仙郷っていうのかな。うん、まあ行ってみよう。おお、桃太郎よ、ついに人気度90を超えおったか、うひゃひゃ。8人の仙人がお前の来る日を首長くして待っていたぞ。さあ桃太郎、早く入るのじゃ。ほら、これだから入れないんだろうね、人気度高くないと。はい、まあいいや、行こう。大棒に大事に励んでいるようじゃな、これやろう、うひゃひゃ。半分の玉、ああ、ありがとう。どうは地蔵さん、勇気の鎧は海の底に沈んでいるようじゃ、見つかるといいの。はいはい、ロトの鎧ね。これはわしらの可愛い弟子にせめてもの励ましじゃ。オッケー、会心の玉。神仙郷はわしら仙人たちの憩いの場なのじゃ。こうして高いところから下を見ていると見えないものが見えてくる。これはわしらよりせめてもの励ましじゃ。オッケー、ラッキー、いいね、いっぱいもらえる。秘伝の品、特にとか、ああ、うちでの小槌とか売ってんだ。崑崙の玉かなこれ、多分崑崙の玉って確か復活だったっけ。だよね、
こうガシャの玉ってなんだっけ。ああ、オッケーオッケー。ああ、こうガシャの玉、そういえば、そういえばそうだったな。こうガシャの玉はそうだった。はい、オッケー、わかった。ファミコン版でもこうガシャの玉にだいぶ手を焼きましたからね。敵無限に使ってくるから。こうって飛燕で来れるのかな。あ、来れない。なるほど、じゃあ船でわざわざ来て買い物に来なきゃいけねえんだ。まあでもうちでの小槌がお金で買えるっていうのは分かった。カルラの話か。ダイダ王子が王子を育てる役目をバサラ王からもらったときはそれは喜んだそうじゃ。誰にも手を触れさせて全てを注ぎ込んだ。その結果ダイダ王子は武勇の神にはなれたが世の中を知らぬ男になった。もったいないことじゃ、ダイダ王子は悪いやつじゃない。なるほど。なんかあれだよね、前作のファミコン版だと鬼がもう絶対役みたいなそんな感じだったけど、やっぱその前作の中で少しずつこう鬼も改心して人間と共存していくみたいな描写はたくさんあったから、今回はそのそういう前提でやっぱりこうね、世界ができてますよね。うん、絶対役なんてないっていうそういう感じ。先祖、あー、オッケーオッケー、わかった。禁断の先祖ってなんだろうね。18歳未満は禁止みたいな、そういう感じ。恥さんがあるけどさ、あー、なるほど、そういうことね。一番上は何やんだろう。彼らは力がなかったから常に誰かを立ててのし上がるしかなかったのじゃ。最初は銀の鬼に金の鬼、抜貫鬼、主天童子、いずれも無名なところに目をつけて戦に出しては名を上げさせてたのじゃ。まあ言ってみれば育成力はあるってことだよな。うん、ちょっと人間性、まあ人間性じゃないけど性格に問題あるけど、育成力にはもうね、あの定評のあるっていうか、それだったらやっぱバサラ王も信じるっちゃ信じるかもしれんな。わしらの手柄まで横取りして名を上げさせてるじゃん。まあそういう、それじゃあいかんな。それじゃあ部下には信頼は得られないな。天の仙人じゃよ、元気にしとったが面白いものを手に入れたからお前に持ってきてやったのだ。これは天寿の種といってな、七夕の村まで届く大きな木となるそうなのじゃ。七夕の村には天女たちがおる。あいつらは物知りじゃから鬼たちに役立つやもしれん。オッケー、これが必要なわけですよね。はい、オッケー。七夕の村は南の小さな島から行ける。島の場所くらいはお前らで探すよ。うわー、もうこの辺が本当このゲームの難しいところ。海の底へ行ったが、わしは勇気の鎧が沈むのを見たぞ。うん、OK。 まあ大概こういうのって武器が一番最後ってね、相場は決まってるからね。まあのんびりやっていこうよ。 OK。 この天寿の種をね、七夕の村まで持っていきます。ね、旅立ちの村にワープするぜ。まあ前か、前の前から過去動画、前の動画かなって、七夕の村行ってると思うけど、なんじゃこりゃっていう感じで終わったと思う。そこに種をまけばいけるということなんで、もうここからの攻略サイト見まくって行ってますけどね。ちょっと自分では不本意ではあるんですけど、まあ仕方ない、自分の力だけではどうにも進めなかったから、ここはちょっと攻略に頼るけど、はい、船で行こう。によけ、よし、さあ行くよ、西の方。どうでしょうか。これだな、見つけられなかったもんな、ほんと。なかなか地図ないからね、ルートがねわからないよね。ここに地図ないっていうだけで、それだけでこうね、こんなきついと思わなかったけど、ここに種をまく。オッケーオッケーオッケー。まあこういう道はありますけどね。
種が伸びてね、登っていくっていう動画ありますけど、天井はあっという間に天まで届くほど大きくなった。はい、じゃあ行こう。これ今自動で動いてますけどね。来た、七夕の村。オッケー。これはさ、飛燕登録されんのかな。ああされてるされてる。お晩です。お晩ですかどうかわかんないけどね。バサラ王の野心は鬼が全ての世を治めること。バサラ王の3人の子はみんな別の血を引いています。鬼と鬼の血を引く子、鬼と月の民の、マジでそうなの。鬼と人間の血を引く子、それぞれの世の血を分けた子が全ての世を望む証となっているのでしょう。ヤシャ姫は誰と誰の子なの。アジャセ王子とか結構月の民とかっていう感じがするな多分。じゃあヤシャ姫は、ヤシャ姫はじゃああれ人間の子なのかな。鬼と鬼がダイダ王子、分からんね。鬼の世も人の世も移りやすいもの。七夕の民はいつまでもここから結界を見守り続けます。はい、結構広いな町自体は。町というか敷地というか、まあ何もないけどこの辺。いやいやいや、どこまで行くのこれ。え、ループしてる。いやループはしてないよな。え、え、いやいや、まあ、ダメ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 、怖い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 、戻れなくなるのが怖い。ダメダメダメ、なんかどこまでも行ってしまいそうで怖い怖い怖い。やばい、人に会えなくなっちゃった。やばいやばい、遭難まさかの。あぶねえ、人いた。ダイダ王子は鬼の血を重ねて生まれた子。ああ、やっぱ鬼と鬼の子か。誠の鬼です。アジャセ王子は鬼にさらわれた月の民の血を引いています。そしてヤシャ姫は人間。ああ、ビンゴですね、これ。ビンゴです。はい。神社だ。一応セーブしとくか。ここに来る意味は？ここに来る意味は？ちょっとよくわからんね。ああ、白虎の刀、須田君の刀、清流の刀持ってこなきゃダメなんだ。いや、まあ持ってこなくてもいっちゃいいんだけど。でもここに来る意味はよくわからんな。使用者の能力や人気度を上げることができる。ほう。ちょっとこれ来た意味がわからない。ちょっと情報を仕入れるがためだけに来たのかな。桃太郎さんのご活躍、この天の川からもいつも拝見しております。そうそう、よろしければこれお持ちください。はい、どうも。鬼のケーズ。カルラは鬼の世界で一番たっとばれる戦いが苦手でした。一番たっとばれるってどういう意味？ちょっと意味わかんないけど、まあまあいいや。日本語難しいね。そのため多くの武勇の鬼をバサラ王の名で従わせ、カルラのために働かせました。桃太郎さんが初めての鬼大事の旅をしてエンマ様を懲らしめた頃、カルラはバサラ王に取り入って地獄を出ようとしたしなかったのですわ。まあ鬼の世界も複雑なんですな。月の姫であるかぐや姫は天道を司る尊い神の末裔です。かぐや姫が生き絶えれば地上は支えを失い崩れ果ててしまうのです。そうなの。七夕の民、月の民、竜宮の民は元は一つの民なのです。ほう。月の水晶には大いなる命が宿っていると聞きます。かぐや姫が桃太郎さんに月の水晶を託されたのはきっと意味があるのですわ。ごめんね、間違った。彼らは昔から閻魔を妬ましく思っていたようです。
欲深いカルラには無欲な閻魔の行いが気に障るのかもしれません。そうなの。鬼の世界もまあいろいろあるんですな。これは星々のきらめきを集めた星の井戸。この井戸には不思議な逸材がございます。この世の毒界に眠る4本の指針の剣、玄武の剣、白虎の剣、朱雀の剣、青龍の剣。この指針の剣のいずれかを携えてきた者の願いを星が叶え、ここに持ってくると人気度とちょっとした能力が上がるらしいんだよ。だけど売っ払っちゃったからな、今更はちょっとまた買ってくるのもめんどくさいから、まあ時間ある時にやろうかな。劇的に能力が上がるっていうんであれば積極的にやった方がいい気もするけどな。また地獄に大々王子が生まれる前のこと、カルラはバサラ王に言いました。鬼の湯を大きく広げることを皆に示すべきだと。そうして月の姫と人間の娘をさらってきてバサラ王に差し出した。カルラも閻魔王も最初は鬼の中で全く同じ立場でした。お金も名誉も何もなく己の知恵と力だけで勝負をしてきたはずなのです。なのにどうして歩み道がこれほど遠くかけ離れてしまったのでしょう。偽り裏切り、バサラ王に取り入るためカルラがないがしろにした鬼は100や200ではありません。なんかカルラの悪口すごいな。カルラに対しての愚痴じゃないけど悪口がね、ちょっとすごい。それだけ嫌われてんのかやっぱ。七夕の民は天の川から下界の移り変わりを見つめてきました。桃太郎さんの役に立つ話がこの村で聞けると良いのですが、まあ情報、あやべ、話しかける前に落ちちゃった。もう一回行こう。なるほど。まあだからこれまでそんなあれだよね、ちょっとこうぼんやりしてた部分っていうのがここでまたちょっと確信をついてきてるっていうところあるよね。ここにある古の村、これより上は何もなさそうだな。鬼にされた月のため、ああ聞かして。鬼の王であるバサラ王が月の姫をさらったのはずいぶん昔のことです。あの頃月には二人の姫がおりました。姉の姫は笛の名手、はい、それは美しい姫でしたが鬼にさらわれてしまった、はい。そして姉の姫はアジャセ王子を産むとすぐにお亡くなりになった。月に残された妹の姫は我が娘がさらわれることを大変恐れた、思い悩んだ挙句ついに地上の竹取の村へ。ああそういうこと、もうわかりでしょう。その月の妹の姫の娘がかぐや姫。桃太郎さん、一刻も早く月の水晶を集めて月の宮殿を目指すことです。かぐや姫をお助けしなければ鬼退治は決して終わることはないでしょう。うわあもうそこ避けて通れねえんだやっぱ。だよね、だよね、だよね。これ以上上行ったらまた遭難しかける。わあもうなんもねえ、やばい。あーやべ、やべ、だめだめだめ、怖い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 。あのね、僕ね地図とか結構ね見るの怖いんですよ。あの世界地図の拡大したやつとか、全然知らない外国の土地のさ地図アップの地図とか見るの怖くてですね、なんかそこに飛ばされたような気分になっちゃうんですよね。ちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど、あの Google マップとかでさ、ずーっとこう日本から東の方にこう太平洋の方までずっとこう見ていくとさ怖くなっちゃって、もう見渡す限り海しかないみたいな感じで、海に遭難したみたいな気分になっちゃってちょっと怖くなっちゃうんですよね。オッケー、まあ大体まあ話は聞きましたわ。話聞きに来るだけなのか。はい、オッケー。じゃあ次はですね、まあ時間はまだちょっといいか。次はじゃあさまよえる島、さっきの仙人さんたちの村のところの東の海をさまよってるらしいんだ。
ちょっと見つけるの非常に大変だということで、残りの時間でちょっと見つけたいなとは思ってますけども、そこに行くには、まあ後ででもいいのか、後ででもいいんだね。まあそこに行くには七夕の村行ってないと見つからないということなのだ。どうしようかな。ちょっと待ってね。どうしようかな。あとはもうほとんど海の底みたいな感じだな。まあ行くだけ行ってみるか。じゃあもう一回ネタローのとこ飛ぶけど、はいよ、いけい。いいね、いいね。よし、着いた。じゃあもう一回その仙人さんの仙人峡ね、や新仙峡行ってみるけど、はい。いやー、なかなかここに来てなんかほんと深い鬼の世界っていうのをね、こう垣間見れたというか、そういう感じっすよね。まあ鬼の世界もそうだし、人間の世界もそうだしね、競争社会というか、そういう感じ、人間も鬼も変わらんちゅうことですよ、要は。OK。 もうすごい、犬すごい。でも経験値もお金もないからね、これ。オッケー。おし、ちょうどいいとこがレベル上がった。お、なに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 、何覚えた？津波かな？攻撃魔法？津波だ。オッケーオッケー。大打撃だって。これはいいんじゃない？全体攻撃でしょ。こっから大体東にあるって言ってたけど、なかなか1マス分しかないって言ってたから、見つからないかもしれない。残りの時間で見つけられなかったらば、ちょっと後回しにする可能性もある。ちょっと早速使ってみようか。これ津波いいんじゃない多分。そう、鬼よけも使わないとダメだな。津波、ああいい、まあ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 いいじゃん。いいダメージ入ってるよ。よし、これはまたなかなかいいあれだね。全体攻撃、浦島でもこれで回復とね、攻撃両立させちゃったら、ちょっと MP が、あ、これじゃね、意外とさまよえるっつったから動いてるらしいんだ。今回でもこれあっさり見つけられたんじゃない？え、エンカウントする？もしかしてエンカウントするのかな。そうでもないね。あ、お、これ勇気の兜来た。え、こんな簡単でいいのかな。オッケーオッケーオッケー。まあ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 いいでしょう。まあいいでしょう。半分の玉とか渡す。アシュラ先輩。装備。あー、違う。
よし、行くぞ。オッケー、これでもうここは用はない。意外と簡単に見つかりましたね。なかなか見つからない場合もあるらしいですよ、これ。さまよってるらしいので。じゃあ次、まあ今回ここで終わるか。よし、はい、じゃあ今回はここで終わります。はい、次回もちょっと攻略サイト見ながら進めていく形になりますけど、ここから先はだからその有機の武器防具集めるし、集めるのかな、そういうその有機シリーズを集める形になるのと、水晶のかけらを集めていく形になるのかな、多分。はい、というわけで今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。